何でしょう。結構本食べたんだからあげませんけど。鼻出てるよ、鼻水。ほら。鼻水出てるお姉さん。今日何食べたんだっけ、舞ちゃん。何食べたんだっけ。朝、チュール2本と、牛乳と、お魚食べたでしょ。そんで、カリカリが残ってるでしょ。カリカリを食べないと、おやつの、チュールはあげられないわけ。まあ、何時 ?3 時45分。いつもね、この子ね、2時半にね、おやつを欲しがるの、トントンって。さっきからじーっとね、私にね、目で訴えてるの、おやつおやつって。私がね、お水取りに行ったりね、ヨーグルト取りに行ったりするとね、ついてくるわけ。でもね、ご飯が残ってんのよ。カリカリが。ね。カリカリ残ってんだよね。どうせ食べてきてください。あげられません。ないです。さあ、毎日128円プラス消費税。の、あれだよ。お魚、毎日一本だよ。おママなんかさ、パンが 30% 引きとかさ、お惣菜が半額とかさ、しかも日付切れたやつなんか食べてるんだから3日も。この間お腹痛くなっちゃった。マリちゃんはいいな、贅沢でな。贅沢病だよ。早く食べてきな。デブ。デブ。マリちゃんが見てます。ポワン、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 ポワン。食べといて。カリカリ。そしたらあげるから。もし、お姉たま。お姉たま。忍耐強いね、猫ちゃんってね。チュールを待って、ここに座って、1時間40分。カリカリ一粒でも食べたらあげる。お願い。お願い。お願いします。一粒だけでもいいから食べて。で、舞ちゃんのうんこみたいなのがビシャってこの辺にあるんだから。毛玉出すでしょ?この子はめちゃめちゃ毛深いから、すごいのよ、毛が。多分寒いところの国の猫なのかな。すっごいの、密度が。だから、ブラシしても、自分でね、毛づくろいするとね、毛干すんだよね。その辺にね、綺麗に出るのね、あるうんちみたいに。喉からぐにゅーって。びっくりだもん。お願いしますよ。もう見つめられてたら嫌。